日本アイスホッケー連盟は28日、来年ロシアのソチで開かれる冬季オリンピックの出場権を獲得した女子代表チームの愛称をスマイルジャパンに決めたと発表しました。開催国枠で出場した1998年の長野以来、4大会ぶりのオリンピック出場となるアイスホッケー女子代表チーム。サッカー女子代表なでしこジャパンの愛称に憧れる選手も多く、スマイルジャパンのネーミングにオリンピックでの活躍を誓い合っていました。スマイルジャパンという名称に関してはどうですか、気に入ってますか。そうですね、みんな前田の予選の時はすごい笑顔でやっていたので合ってると思います。そうですね、やっぱりもっといい思いは、そうですね、もっと笑顔で楽しんでやっていきたいと思います。